題のアメリカは OK、日本も OK、でヨーロッパは予防原則に立っています。でこれが、入れるかどうか、どうするかというときに、TPP 協定上は客観的、科学的という言葉が使われています。でも問題があるかもしれないが、遺伝子組み換えであれ、ゲノムこれから操作のものであれ、すぐさま影響があるわけではないと。予防原則にだったら危険だけれども、客観的、科学的に証明せよと言われると、もうこれは極めて大変で、結局、ISTS でも負ける可能性が大変高いですし、政府間の交渉においても、客観的、科学的に危険であるという、客観的に立証できなければ、防御できないということでですね、法律それがすごくこう、止められないんじゃないかという不安を大変危惧を持っております。この点について、原中法律にいかがでしょうか。まさにその通りで、証明できない紙においては ISD 条約を使われて世界銀行に訴えられれば負ける可能性が非常に強いものになります。しかし先に申しましたように、危険的なものと集団的に公衆衛生学的に証明はかなりされてきているわけです、危険性。ところが会社の方は誰が信者がちゃんと証明しろというふうに言われてしまうと、この ISD 条約、世界銀行で裁判官になる人は会社の弁護士さんであったり職員であったり、本当にその裁判ということに対しては素人の人が決まっていて、感覚でものを言ってしまうというわけですね。でしかも一審制ですから、何か証明しようとしたってなかなか認めてもらえないということがあります。で今までいろんなことを言われてますが、本当に今後この TPP 締結されたら、例えば日本 の, その最高裁判所が合法ですよと決めたこと、それがうちアメリカの会社株式会社から国を訴えることができる、そうすると日本の主権である最終的に決めた最高裁判所の判決が覆されるということがどんどん起こってくると思います。国民皆保険制度はどうなっていくでしょうか。現在でも患者申し出があれば未承認の薬も使うことができると、少しずつ、保護診療に向かって、進んで少しずつ増えていっているわけです。で中医療の中、中医療の問題もおっしゃいましたけれども、国民皆保険制度 TPP でどう変わるでしょうか。原中法律に、はい、私はこの制度そのものは残るだろうと思います。しかし、形骸化する危険性というのは十二分にあって、むしろその方に向かっていくだろうと思います。で今回は、公開や法律を保険の中に入れました。しかし、アメリカの目指すところは、金融ですから、だから金融ということからすれば、その私的保険、アメリカにある私的保険、これは医療そのものに対する考え方がアメリカとヨーロッパ型、日本も含めて全く違うところはですね、アメリカは医療はビジネスなんです。だからお金のない人はないなり の, その薬しか使わない、治療もできない。ですから世界一お金を使っている、世界で一番医療費使っているのはアメリカなんですよ。ところが平均医療がすごく低い、日本の方は半分ぐらいのお金で寿命が20年も長いです。で、それを考えてみますと、なぜかというと、そのお金のない、保険に入れない国民は約5000万人アメリカにいるけど、それは医者にも一生涯かかれないで亡くなっている。そういった人の寿命が非常に低いから、保険金用にすると低いと言われているわけです。ですから私は、その日本のこの共有をお互いに助けるという統制ということをこの国に残さなきゃいけないということを